はい、皆さん、こんにちは、いとっちゃんでございます。今回はですね、この GXT213 のマウスバンジーの紹介していきたいなと思います。もうすでにね、これに関しては接続されちゃってるんですけど、まあ、このマウスバンジーはですね、何かと言いますと、まあ、マウスバンジーといえば、こういう風にマウスを、こう、ね、マウスの線をこうやって、綺麗にまとめてく、まとめてくれるのが、まあ、マウスバンジーだと皆さん思うと思うんですけど、こういう風に、ほら、これが、こっちに、ここにこう、かかってると。こうすることによってマウスをこうスムーズに動かせるようになったりとか、マウスをこうコードを絡まったりしない、コードをね整理整頓できるんですよ。で、まあ、それだけじゃないんです。これってこのマウスバンジーってなんと、まあ、見ての通り分かるんですけど USB 接続ができると。こっち側には2箇所あって、それ以外には1箇所なんで、計4箇所の USB ポートがあって、でどれも使用すると光るんですよ。こういう風に光ってるんですね。こういう風に光ってますね。で、ここに一つに、ここ、デバイスを全部まとめることができるんですよ。まあ、電力ポートがここにありまして、ここにありまして、まあ、これがこう、ここに繋がってるんですけど、まあ、ここから電力を供給して、まあ、デバイスにこう、全部に行くようになってるんですけど、全くここの電力のなんか電力供給をこうやって挟んでるからって言って、まあ、ゲームプレイに影響することはないです。じゃあ遅延とかも一切ないです。なので、ここに全ての僕はデバイスを全部入れてます。例えば、これはヘッドセットで、こっちがキーボードで、これがマウスと、全部こういう風に分けてやっています。まあ、そうすることによってひとまとめにすることができて、でそのオフラインとかに行った時でも同じようにここで設定できると。だから、かなりね、自分の環境をそのまま出せるっていうか、そういう、デバイスになってます。しかもね、これあるじゃん、これ。見えるかな？これね、これ。これね、動くんです。で、これ動くんですよ、これ。で、これ取り外しが可能で、よいしょ、こういう風に、好きなところに、こうやって、カポってはめることができるんですよ。で、これで、まあ、自分の好きなところに、まあ、置けると。で、しかも、これゴム製なんで、やべ、うまく挟まんない。よいしょ。で、ゴム製なんで、ここ多少線が細かろうが、まあ、太かろうが、こうやって押し込めば入るんですよ。それもすごいいい点だなと思います。なので、GXT213 って本当にすごいね、優秀なマウスバンジーなんですよ。しかもこれ値段が超安くて、3000円手に入るんですよ。で、似たようなモデルって結構あると思うんです、他社の製品 で。それって4000円とか4500円とか4980円とかしたりするんですけど、これに関しては2980円なんで3000円で買えてしまうという超お手頃なんですよ。だからこれは本当にね、ゲームをやる人だけじゃなくて、なんかその学校とかで、まあ、プログラマー関係の仕事だったり学校だったり行ってる子だと結構デバイスで散らばりがちですよね。こういう風に最近ではこの持ち運びバッテリー、この携帯バッテリーとかそういうのを充電したりとか、まあ、こういう風に外付けのハードディスクとかを管理することもできると。だからゲームだけじゃなくてその他の用途にも使えるっていうのがこれのすごい強みです。だから本当にこれはね、めちゃくちゃおすすめです。秋葉甲子園のフィーベでもめちゃくちゃこれはね、みんな気にしてるというか欲しいっていう人もいました。まあ、本当にこれはおすすめなんでね、ぜひね、概要欄の方に Amazon の URL 貼っておきますので、そちらの方からチェックして、もしよろしければ購入してみてください。そんなわけで、GX213 のレビューでした。いとっちゃんです。お疲れ様です。